こんにちは。テンパーアカデミー堀秀夫です。今日は先週始まったオーストラリアアマゾンでね、まあどんなもんが売れてんのかなと、まあチラ見していて、あまあなかなか面白いも売ってる人がいるなと思ったんで、えー、これをシェアします。折り紙120ドル、ね。折り紙120ドルって、折り紙が1万円で日本で売れますかって世界ですよね。ランキングついてるからこれ売れてます。まあ、 折り紙が1000枚入って、切り、キリなんですかね。あんまり切りかどうか微妙な、ベニヤか切りか分かんないような、まあ安っぽい箱に、それと、まあ風呂敷と、セットですね。風呂敷、折り紙、まあベタベタな、えー、日本というと思いつくもの、ただセットにしてね、えー、千羽鶴、折ると願いが叶うみたいなこと書いて売ってますけど、売れてます。ね、面白いですよね。で、このね、 売れた商品の、えー、情報共有,共有っていうのは結構難しくてね。えー、何しろ、えー、他の会員さんに私が教えた商品とか、えー、会員さんがやってる商品は紹介できないと。だからね、あこれはまあ紹介してもね、えー、手間かけるの面倒だからやる人が少ないだろうとか、あるいはこれはね、えーまああのー、やんない方が、 まあやってもあんま割に合わないかなという商品だけど価格差がついてるというような商品とかね何ですかねえ結局動画にして公開できるのはえ本当はあんまりおすすめじゃないおすすめ商品で高く売れてますっていうのしかえ公開できないんで難しいんですけどまあこれの場合はねえまあこの考え方はすごくいいと思いますまあベタベタなものでもえセットにしてオリジナル商品にすればねえまあえ贈答品にしたい人とかねえ逆にまあ 高いからね、いいもんなのかなとかいうので買う方もいますし、面白い売り方だなと。まあ風呂敷ね。まあ多分同程度の風呂敷は高くても1000円しないと思います。で、箱。箱もね、まあ500円以下でしょうし、えー、高くても1000円ぐらい。折り紙なんてもはね、まああの、あの折り紙だったら、まあきっと、まあどんな高くてもやっぱ1000円以下500円ぐらいと。そう考えるとね、 推定原価は2000円から3000円で3倍以上で売ってる。しかも折り紙というベタベタな商品という形なんで、まあ、面白いなと思いました。まあね、オーストラリアは別にこういうまだ面倒なセットとかしなくても大丈夫ですけど、アメリカの場合はね、こういう商品にして売った方がいいと。まあ、ただそうはいってもね、アメリカでこれ同じ商品1万円じゃ売れないでしょうね。オーストラリアならでこそで売れる商品なんて面白いなと思いました。 ちなみにこれね、まずは、限定公開で公開してます。というのもね、可能性は低いと思うんですけど、これもし会員さんのやってる商品だったりしたら、公開をやめますんで、えー、今日ね、ねこの動画作ってサポートメールが、メールマンが出して、でえー 次回のサポートメルマガまでね、えー、何も誰も言ってこなかったら、まあやっぱ会員さんのもんじゃなかったんだなということでね、えー、限定じゃなくて普通に公開しますんで、まあ、会員さんの、えー、扱い商品だった場合には教えてください。あの公開にしないようにしますし、えー、この、えー、売り主さんの、えー、商品は公開しないっていう,かあのこ,う,こ,う,いうこういう形での紹介もしないようにしますんでね、えー、もしも会員さんの商品だった場合にはお知らせください。 会員さんの商品でなければね、このやり方は結構ね、えー、いいやり方で面白いんで、こういう商品の作り方なんかもね、またご相談していただければ、えー、アドバイスしますんで、なんかセットで作ってみたいというのがあればね、えー、お気軽にご相談ください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。